どうしよう、どうしよう、これにする、これにする。こ、なあ、選べない、ぐ、な、え、俺何で攻めんだよ、これ。もう、やめやめ、やめ、やめ。もう、メガドラフト、本当に無理。でも勝てたら面白いんだろうな。こんな時、世界で一番メガドラフトが上手い人が、世界で一番うまく教えてくれたらな。やっちゃうよ、ライジョンです。今日もやっていくんですけど、今日はね、この顔を見てもらえればわかると思うんですけど、はい、世界一に来ました。はい、ってことでね、今ね、昨日の夜世界一に行って、まあ、今ちょっと一人抜かされちゃったんですけど、まあ、世界一ですね。まあ、日本だと、まあ、もちろん一位と、だよね。だって世界にさ、俺より上に一人しかいないんだもん、だって。そうなんで、今日はね、これで、マルチ潜っていきたいと思います。はい。でね、まあ、やってる感じなんですけど、まあ、結構勝率高めで、上がれてるのかなーっていう感じ。あんまりね、停滞はしてないかな。結構、まあ、たまに連敗とかするんだけど、まあ、これを見る感じだと連敗一回もしてないですね。ほぼ勝ってるって感じ。はい。ですね。まあ、なんで、まあ、やっていった感じですと、なんかね、最近の、ちょっと前だと、やっぱ最強の空を見つけようっていう感じで、まあ、ザッピー、エレキ、ライドラとかいない時のインドラとか、なんかそういう、まあ、やっぱ、で、矢の飴を取ってガゴ系を対策してのインドラみたいな。そうだから、意外とね、その、矢の飴取ってシンプルに強いガゴとかを取るのも強いんだけど、矢の飴取ってインドラ取るみたいな。そう。その2枚のね、ピックの時に。っていうのが結構強いっていうのが、まあ、ここ1週間ぐらいで、まあ、こう進化してきたピックのね、こう話にはなるんですけど、まあ、それ以外で言うと、結構ね、やっぱなんか、なんだかんだ、結局、もうどんな、相手でも、高回転の、やっぱもう、完成度がいい。ポイズンウッド、アイスピゴブリンとか、まあ、アイスピ縦線とか、まあ、そこまで取れちゃうと、まあ、まず負けないっていうのが、ほんとやっぱ、思いましたね、使ってて。そうなんで、まあ、とりあえず、やっぱ、完成度の高いデッキを作るっていうのも、結構大事で、まあ、だから、メガドラフト、何が悪いのか、わかんないけど、勝てないっていう人は、結構、相手を対策しすぎ。で、なんか攻撃通んなくて、結局なんか削り負けたりとか、なんだかんだ対策したけど、なんか他のやつがちょっと入っちゃったなとか、そうなんかそういう感じの人はね、結構いると思うんですよ。そう、対策しすぎマンが、結構ね、このメガドラフト勝てない理由の人もね、多いんじゃないかなと思うので、まあ、対策しすぎない、やっぱ、っていうのが大事。その、自分が強くなることを考えるっていうのがね、結構大事だね。まあ、インドラを通すための矢の飴とかね。そうそうそう。あとは、まあ、相手にね、完成されすぎないっていうのも大事かな。まあ、例えばだけど、相手が矢の飴持ってて、まあ、細かい系のカードが縦線しかないと、いう時とかも、本当はね、矢の飴に弱い縦線を取りたくないけど、まあ、相手にこうミニペとかプリンス取られたら、陸受けなくなっちゃうのみたいな。そう、次の辺にそこでミニペ、縦線とか取られると、ああ、細かいの全部なくなっちゃった。ってなるから、まあ、やっぱそうなる前に、って思いながら、まあ、縦線を通るとか、まあ、そういうのも結構大事。来たー、マッチング、よし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 。来ました。むずっ。まあ、タルババかな。雪玉も強いけど、迷うね、これは。ファイボもトルネも雪玉も強いな、今回は。ああ、まあ、ファイボね。ゴブリン取りたいな、俺。マザネク強いね。取り上げたかったね、俺もマザネク。まあ、吹き矢ゴブリンかな。まあでもこれでだいぶ相手は、主軸は限定されるんじゃないか？わあでもこれね、デリバリーとかあったらマジで最高だったんだけど。きついね。アチャクイ、強そうだね。はい、雪玉いいね。俺がこれバレルを取る意味が結構なくなってるな。ドリル。
トルネも微妙だしな。雪玉まで取られたのちょっと痛いかもしんないね。ロイホグ、いやこれでもな、ロイホグインフェかな、とりあえず。ダックプリ取っとくか。ダックプリ、いやマザネクガチやばいなこれ。まあライトニング、ライトニングな気するな。取んなきゃいけないよね。てか普通にガゴとかも強いな俺からすると。相手に取られたらちょっとやだから、まあ施設どうだろう。相手でもロイホグをすごい取りたいと思うんだよね俺。逆にマイティ、あー取られた。いやマイティメガナイトとか行きたいんだけど、多分マイティロイホグじゃない相手。そうマイティ持ってるとメガナイトにめちゃくちゃ強いから取りたかったんだけど、相手がしっかり取ってきましたね。ガゴ、あテスラ、まあ、体育は必要だからね。テスラ、ロイホグかな。ロイホグ取り上げのちょっとエレジャイを見てます俺は。まあ、相手が何取るか分かんないけど、メガナイトは1枚取りそうで、メガナイトとあと主力メガナイトロイジャイとかかな。カスケキン取るか、いやでも取れないね。ロイジャイメガナイトだったらぶち圧、あースケブだ。なので相手は施設取ってないから、これエレジャイ確定ですね。これはロイホグはスケブキンないと刺さんないから、いやまあ俺のスペルは刺さらないね。スペルは刺さらないけど、まあテスラって吹き矢あってオブリンあるから、まあ防衛はできるんで、相手はエレジャイがきついはずだから、これしっかりエレジャイを落ち着いて展開してね、変にギャンブルケツエレジャイとかしないようにしたい。うわーこれマジ、微妙すぎる合わせるカードが。はい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 、まあ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 、まあこれは5打たれていいかな。正直ここで攻めを重ねられる方がだるそう。大体移動かなこれ。お熱いね。はい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 、ただいやーいいね。これ両サイ無視でいいかな。でスケブとガゴがあるの忘れちゃいけないね。こういうとこで相手エリクサー使ったっつってロイグ投げても無駄でしかないから、オッケーオッケーオッケー、ちゃんと落ち着かなきゃいけない。まあここは正直ちょっと行っても良さそうだけど、まあまあまあ一旦耐えですね。でケツエリジャーやばしても移動されちゃうから、まあこれは5当たらない位置にテスラ置いて耐えかな。はい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 、でこんな感じで逆サイエリジャーで釣っていって、ああ、なるほど。はいはいはい、素晴らしい。まあ、この防衛はね、今、防衛エルジャイだったから、これ5を切らしたいね、ここで。オッケーオッケー。いいね。で、5を切らしたら、この低めの位置にテスラが置けると。これテスラで全防衛できるから、ここだな。ああ、しっかりね。いやー、素晴らしい。マザネクにライト速攻打って。いや、これ、ナイト切ってるからな。相手結構入るぞ、これ。5まで切ったら、あ、OK。これでもエリクサなさそうだな。吹き矢止まるし、これは行ってよさそう。まあギリ5かな普通に。あ、オッケー。これめっちゃ入る。
で、5を切ったんで、またこの最強の位置にテスラ置いて、OK、いいよ。で、これテスラもう置いてあるから、行ってよくて、で、吹き矢行こう。ダクプリ、倒せ。いや、でかい、でもガクこっちに出したら、地味に火力足りなそう。あ、しかも倒してる。あー、最高マジで、あーマジで最高です。これよ、18しかもらえないけど、これ世界一いったな。いったでしょ、これ。ほら、マジでさ、誰が止められんの、俺。本当に。マジで負けねえな。今シーズンはね、麦とかにも全部勝ってるし、これどうすんだ、どうしますか、これ。でも今回のピックで言うと、まあ相手がやっぱ上手かったよね。まあただ、やっぱね、この本当にドラフトで、マジで常識がね、やっぱそんなにないから、本当そのロイホグを取ってるからロイホグだけメタルっていうのはガチで弱いんだよね。特に相手にそのラスト1枚そのピックの選択肢が残ってる時は、やっぱね、うん、どの主軸、すべての主軸を見て取られても大丈夫なように、無難なカードを1枚選択するっていうのが大事で、だから相手は結構その、まあ、スケブは良かったと思う、めちゃくちゃ。なんだけど、ロイジャイスケブ。まあ、でも結果から言うとやっぱね、インフェとか、まあ、あと俺がライトニングだからね、ババ小屋とか取っても強かったのかなって思うよね。まあ、そうしたら、まあ、他何取られてもドリルでも、まあ、スケブガゴあって守れるし、っていう感じだったのかな。まあ、初手タルババ行った意図としては、普通にウッド系が1枚しかないから、バレル強いよねっていうところで、まあ、タルババを取って、まあ、俺がバレルを選ばなくてもいいし、選ばれても、まあ、いいしっていうところで、そうだね。まあ、普通に、主導権を握れるかなみたいな感じで取ったんだけど、まあ、ファイブマザネックだったっけこれ。なんだったっけこれ。まあ、ファイブマザネックね。いや、これ、マジ困ったな。雪玉でもしょうがないしね。で、ガゴとか、まあ、スケブかな特に強いんだけど、マザネックに対して弱いから、まあ、シンプルにこう、ゴブリン吹き矢が強いね。で、枯渇の顔見しといて、そうね。まあ、あとは、やっぱね、相手にはそんなに今回ロイフグが、まあ、ファイブがあったっていうのもあって、スケブ、ガゴもあるから刺されなかったんだけど、やっぱ取り上げたのは強かったね。まあ、雪玉取られて、いや、この雪玉も欲しかったな、正直。取った方が良かったかもしんない。まあ、この雪玉取ってたら、まあ、ワンチャンエレザイを選んでなくても、ロイフグだけで飯食っていけた可能性はあるよね。さあ、ナイト。このナイトが、どうなんだろう。ドリルと取り間違えたりしたのかな、わかんないけど、このナイトが結構相手は微妙な選択だったのかなって思うよね。こう見ると、まあ、ダックプリとかの方がね、ロイホグとか、まあ、あとね、そこら辺その他もろもろに強いから、ドリルとか取られた時もね、ナイト、深いなって感じだったな。で、まあ、ライトニングね、まあ、一応取られないと思うんだけど、まあ、いつか取らなきゃいけないし、そう。で、今選んでなんか得するカードがないような気がしたから、一旦ロイホグ対策のダックプリと、まあ、ロイホグドリル対策だね。のダックプリと、まあ、シンプルに、まあ、マズネック潰しのライトニングっていう感じかな。相手の前ってうまいね、これ。やっぱね、今回強いのがロイホグと、ロイホグドリルバレルが強いから、私、ウォールブレイカーと、まあ、ゴブジャイは正直何でも守れて、工場もね、まあ、メガナイトがいると守れるから、そうだね。ガゴ取って。まあ、俺からすると、まあ、インフェは、すごい相手がね、持ってなくて、だから、ロイホグインフェとか強いんだけど、やっぱガゴを真ん中に出された時に、すごいね、なんか、メガナイトガゴとか組まれるとすごいめんどくさそうだから、まあ、無難にテスラ。まあ、テスラはね、ガゴワンパンできるから、ガゴとかガゴムレイン強いね。っていう感じで取っていって、で、相手が、さあ、ロイホグ。あ、ちょ、俺か。俺がロイフグ取って、まあ、メガナイト取られても、ま、ギリ耐えかなっていう、エレジャイを見てるからね、俺は。大体はね、ここで主力を、まあ、一旦止めるんですけど、主力を取ってないから、ここは絶対に主力を1枚まず取らなきゃいけない。まあ、ロイジャイが、まあ、そうだよね。本命だったよね。ロイジャイを取って、まあ、あと1枚、メガナイトを取ると、まあ、その、あれなんだよね。なんだろう。
エレジャイがめっちゃ刺さると。そう。そして、まあ、ロイジャイと施設がやっぱ一番無難な選択だと思うな。はい、俺が相手の立場だったら、まあ、ゴブジャイ、あ、ゴブジャイじゃない、ロイジャイ、ロイジャイババゴヤとかだったかな。まあ、エレジャイ行っても通らなそうだしね。まあ、ファイボー雪玉だから、ロイジャイしかなかったね、相手は。ロイジャイババゴヤが多分相手の最前提だった気がする。そうするとまあ、俺はライトニングだから、相手がそもそも先置きババゴヤでね、試合を作れるし、あとはマザネクでね、結構ロイフグとか飛ばされても、ババゴヤに寄ってきさえすればマザネクで、まあ、カウンターできるから、まあ、このスケブはね、シンプルに俺は雪玉とかウッドとかを持ってなくて強いっていう、シンプルに強い。まあトルネを取らせたかったのかな、わかんないけど、まあ、シンプルに強いスケブって感じだね。まあでもこれもロイフグは守れるけど、他のカードを見てないかったのかなっていう感じだね。まあ、これはエレジャイがもう強すぎたから、エレジャイ取って、まあそのまま勝ったっていう感じかな。まあエレジャイはね、やっぱガゴとか、ガゴ群れとか、まあ、あとスケドラとか、なんかそこら辺の、俺の手札じゃどうしようもできない空が相手にいる時とかは、やっぱり取るとすごい強いです。なんで、なんかプラスでもエレジャイ自体が刺さることはないから、防衛できるっていう感じなんだよね。エレジャイは。そう。だから、エレジャイプラスのもう一枚。まあ、ボールブレイカーぐらいだとちょっと弱いかなっていう感じだから、まあね、なんか3コス以上の主軸、まあ、バレルとか、まあ、ディガーとか、まあ、なんでもいいけど、まあ、なんか1枚あると安心できるなっていう感じですね。はい。ってことで、今日もやっていったんですけど、まあ、ちょっとね、ピック解説もしていきながら、世界1位です。はい。まあ、今シーズンね、ケンツと、トロ上げ勝負して、負けた方がね、スカイダイビングっていうね、すごいかわいそうな罰ゲームが、あるんですけど、楽しみですね。本当に。ね、多分今頃、飛び方怖くない方法とかで調べてると思うんでね、皆さんも楽しみにしてください。ということで、お疲れ様でした。